ケイタさんは創業されたときにビジネス化をどこまでイメージできてたのか。僕はイメージできてることはこれずっと変わらないですけど、浦和レッズって埼玉スタジアムじゃないですか。でそこにおじいちゃんからおばあちゃん、子供たちまで元気にスタジアムに通って、あの埼玉スタジアムが6万人埋まる毎試合、それイメージしてるんですよ。年を取ってもスタジアムに通いたい。なぜなら自分の健康とか自分のコンディションとかそういったものにアスリートのデータが生きてるんだ、彼らをもっと応援してあげなきゃっていうものだけはもう創業当初からずっと持ってるんですね。